お二人です。カメラ目線もありがとうございますと。こちらがね、ありがとうございます。伊藤慎太郎選手、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらライバル選手ですね。手振った方がいいですよ。下に今バチンと行きましたけれども。さあということで、まあ、まあね、はい、ちょっと楽しみな一戦ですよね、はい。まあ、下に手を振っているように見えますけれども、ライバルリサの中では250点くらいの手を振っているくらいのやつなので、はい、大丈夫かしら、はい、もう最上級の手の振りでしたね。 OK です、はい。さあということで4回戦ですね、ライバルリ VS 伊藤慎太郎の一戦見ていきましょう。試合開始です。はい、あ、はい、お願いします。カード1枚いきます、はい。ガンバルと鋼エネルギー、はい、見えないな。ケララッパ、はい、ツツケラですかね。ツツケラですね。もう鋼じゃないと思いました。終了で。プレイングスピードが非常に速いですが、あ、まあ、悪くはないな。番が変わりまして、高校ですね。高校が伊藤慎太郎選手です。おお、大エネを張って、じゃあカード引きます。これライバル選手側は、やばい、ちょっとダメージわかんない。あいつ何点取ったっけな。仲間を呼ぶ持ってるの。どうしよっかな。早速手が強いですね。先ほど松丸さんも欲しかったダンバルが早速技が、もう羨ましい。これで V 持ってこれますからね。何を引いたのか非常に気になりますが、今のところは鋼一色に見えるんですけれども、鋼エルか、しかも2体持ってくる。おそらくトゲキスもしくは鋼のあたりがいるんではないかなっていう予想なんですけれども、さあ先行2番目、理想の形、まずは魔法イップ。魔法イップでもですか。あ、いないか。ということで蝶と鋼の組み合わせに見受けられますよね。敵出したかった武器はかな。そしてもう1匹ですが、注意なかったっすわ。あとは伊藤選手も言ってたんですけども、今回1回戦のマッチアップが同じ箱からデッキを分け合ったので、自分の来たカードから相手に何が言ってるかある程度推測できるという話があったので、伊藤選手はここまで出たカードを見てライバルさんに何が言ったかっていうのはある程度予想までしてるんじゃないかなっていうのを、ものすごい考える量がありますよね、そこまでいくと。しかも今サイド落ちのような話をしたので、そこも踏まえて情報のところには入ってきたかもしれません。なるほど、もう一匹の軸ポケモンがサイドに落ちているかというところ、ライバルリ選手です。死になかったっす。あ、まあ、これ勝てるか。じゃああと1回、まあ、ホイップ V がいる試合が3連続に続きますね、これで。そうですね。さあ高校の2番目伊藤選手、はい、あ、 弱そう。続いてチク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 頑張って始めていきます。先行3番目メタング進化、はい。あ、メタング進化しました。メタングが入っているということはメタグロスから逃げねゼロっていうのも、そうですね、メタグロスが、はい、おそらくいるかなと思います。特性浮遊磁場で逃げるエネルギーが必要なくなると、はい、ところなんです。そのポケモンは V、はい、VMAX のものでもっとの1力が170というラインまであるので、なかなか一撃でやられないという意味でこれでも強いですかね、はい。おい、やべって、うん、あ、選手やべ、いける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 いけそう。ちょっと苦しいですか、これ。苦しいですね、サポートも落ちてないですし、うん、キーになるポケモンも引いていないので、あ、ごめんなさい。あ、ついて返しちゃいます。ついていく、はい、これはかなり手札が悪そうな。番が返って4番目、あとメタングが3エネで、はい、マグネブラストで60なので、はい、スツケラが進化しないでこのままマグネブラストを2回打たれてしまうと、メタルと30で、はい、1枚もらいます。気絶しました。さあバトルバーツツケラしかいません。いけない、はい、大丈夫か、出せるか。オニオン、はい、あ、オニオン、あ、オニオン引きましたね、トップで。悩む時間がある。大丈夫か、はい。種ポケモンが出てこないと試合終了ということになりますか。ちなみにメタグロスの技がレッグブレイクなので、マッキョ、はい、マッキョ、あ、マッキョは耐えますね。なんとか少し時間は稼げそうですが、まあ、それでも苦しい。そうですね、レッグブレイクが100に対してマッキョの HP 120なので一撃ではやられない。もし進化したとしても一撃ではやられない状況は作れそうですね。松丸さん、こういうことも起きてしまうんですよね、ポケカ。そうですね、僕もシールド戦何回も練習したんですけど、こういう場面が何回かあってちょっと出たくないなと思いながら。あ、ただ2枚つったのは
かこれ。あ、大きいですね。強いですね。うん、挟んで攻めるが。ただこれ本当は V とか V とかにつけたかったんですけども、そのカードが出てないので、これ一番いいのはマッキョが壁になりながらエースにこの2枚エネルギーがつくのが最高だったんですけども、で前に貼るとドデカバシが入ってるかどうか一つキーかもしれないですね。貼るとグロスはない、そうですね、ただ前に貼ってドデカバシが進化できたら強いんですけども、その前にやられてしまう可能性も結構高いので、そうですね、まあ、後ろにもうマホイップ VMAX 控えてますからね。グロスはない、グロスはないから、グロスの技がしたまでで、メタグロスで進化しなければやられないので、ただマッチョで倒してる方がいいか。さあ後攻の4番目です。ここはちょっと試合を大きく分ける、まあ、フェーズと、はい、2、3だから2枚入って、ここ大事な2枚ですね。いやー2枚、はい、あー、バッキョです、はい、うん、どう見ますか。まあ、はい、あポケモン入れ替え、なるほど、ている、挟んで決めて90、これは悪くない形で見てよ。いや、強いですね、はい、サイドも1枚取れたので、いやこれ倒したらあれなんだよな、ここやっぱあいつの方が強かったんじゃねえか。ありますか、大逆転。いや、ただこれマホイップ V にやられてしまった後に次のポケモンが揃ってないので、鋼のマッキー後ろに、はい、残しておくと弱点をつけるという動きもあったんですけども、3点返ってくるんですっけ、あれ攻撃者3点返ります、マッキーの特性で、2点です。どうしよう、反撃の効果が、ちょっと数えます、エネルギー3つですかね、3つ、はい、3ダメ感ですね。さあ現在先行の5番目です。ライバロリ選手優勢の形を作っています。いていいか、巨大ホイッパーで2エネトラッシュするんですけど、はい、ちょっとうん、これ、はい、で、3点、はい、3エネをトラッシュしてマッキョを気絶させました。はい、多分2エネかな、2エネトラッシュでいきます。2エネトラッシュ、はい、苦しそうです。はい、表、はい、あ、さあポプラですね、ポプラですか、はい、どうだ、これは表が2枚出ると1回目、ちょ、ずるい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 、いや、これは強い、ちょっと分からなくなりました、ずるいっす、きちー。さあ、何でも好きなカードを2枚手札に加えることができました。ドレクバシとツインエネルギーがあればループキャノンがこのターン打てるかもしれないですね。さあ、大きな大きな、ただ、ベンチも育てていきたいので、ここ結構いろいろ悩ましいですが、あ、ただループキャノン、ドデカバシ150、エナジーカットの方が強いか、この盤面だとエナジーカットの方が強いかもしれないです。巨大ホイッパーさえ打たれなければという状況なので、そうですね、あー、なるほど、はい、ここおそらくドデカバシあればドデカバシも進化で、いや、そうですね、ドデカバシ進化、エナジーカットが非常に刺さる場面です。さあ、これで相手のエネルギーをトラッシュすることができます。で、2枚持ってきてるはずなので、ポケモンならここで出す、ポケモンじゃないなら山札を引いていけるカードを持っていけるかもしれないですが、さあ時間がここはもうかけていい場面でしょう。これ分かんなくなってきましたね。松丸さん、これ一気にね、変わってきましたけれども、変わってきましたね、やっぱりマホイプロボイマックスはエネルギーがある程度場にないと使えなくなってしまうので、ここでエナジーがなくなって次ループキャノン打たれると、常にやり続けるのか、そうすると動きが取れなくなりますね。さあ、これはどうだ、盤面逆転となっているのか。先行の6番目ライバロリです。しかも逃げるエネルギーが3つ必要ですからね、マホイプロボイマックスは、はい、3枚、ああ、ただここ大事ですね、うわポケモン入れ替え見えた、いや、エネルギーがないですね。あ、エネルギーがない、待って、1枚1枚欲しかった、この突撃ラッパのエネルギーすごい重要だったんですけども、何かエネルギーがないです、負けそうじゃね、なんか。しかもこれ入れ替えが引けなくなったの結構大きくて、はい、前のマホイップ V を逃がさなきゃいけないんですけれども、つけ、はい、つければつけるほど不利になっていくような、飾り使います、はい。さあ、40点という評価が下されたデッキで序盤優位のライバロリーを徐々に追い込んでいくのは元世界チャンピオン伊藤慎太郎。一番いいんだよな、多分。いやー、これしかも次またエナジーカットで前の剥がれも剥がせますし、松丸さんがおっしゃったドデカバシがここは本当にキーカードとなっています。はい、
形勢逆転ですね。いやポプラで引いてきたカード強いですね、これは。しかも今、乗ってるのが90ですかね。90ですね。90で次の同じカードで60で100で、そして石炭山しかも次のリップキャノンの圏内にこれでちょうど入るので逃がさないと負け、まあ、大手をかけてる状態になります、はい、大手がかかりました。しかしここで3枚引けるのでさあどうか入れ替えを引きたい。どうだ入れ替えかダンバル斉藤慎太郎、残りの最後の3枚です。 VMAX が倒す。エネルギーがついてないので、あ、つけてからですね。ただ、まあ、エネルギーはあるでしょうか。使えないんで戻ります、はい、これただ先生今回ダメージが乗ってエネルギーついてカードがあるので使えないという判定がされたので、死ぬんですよね。1回戻ります。これ使えるカードがあると戻ることはないですけども、ごめんなさいこれで使います、はい、超エネルギーを手張りで、桃チーズが使えるようになりました。延命ですね。そうです、使えないので戻りました、はい、そしてマリー、あーこれマリーは入れ替え引ける可能性もありますし、はい、いやただこのチーズめちゃくちゃでかいですね。大きいですね。さあルカリオに進化、さあどうかライバロリー追い込まれています。いや石炭山倒せないんだよな、普通にこのままやっちゃうと。このあたり奇跡のプレイングが光ります。伊藤慎太郎、いやドデカバシめちゃくちゃ強いですね。ドデカバシこんな活躍するんですね。強いですね。エネルギーを削りつつ相手の魔法イップ部位に巨大ホイッパーで3枚エネルギーを要求させている場面を作っているので、エネルギー発った、たくさんエネルギーをつけなきゃいけないのにエネルギーを払すという動きを強いているので非常に強いですね。現状も入れ替えをライバルリさんが引けなかったらほぼ詰んでる状況。あ、いや回復したので1ターンは、1ターンは耐えますね、はいはい、1ターン耐えるんですけど、うん、結局は引けないと、ね、にしろ逃げるエネルギーをつけることができないので、はい、ライバルリとしてはでは逆転の目というところ、逆転というか勝ち切るためには何が必要になってますか。るかもまあ入れ替えることですかね。でその後にどのポケモンが軸になってきますか。ルカリオ、そうです、今見てるとルカリオもしくはライバル選手側も、ドデカバシがいれば、うん、ドデカバシを合わせていくという動きもできますが、あ、なるほど、あ、なるほど、メダルかキャッチャーかっていうところもありますね。あ、メダルあり、もし入ってればありですね、はいはい、ただこれ以上食らってしまうとメダルもつけることができなくなってしまうので、そうですね、気絶したときに取られるサイドの数が1枚少なくなるというグッズになりますが、スーパーボールですね。ただメダルって引いても入れます。結構私入れるか悩ましい方なんですけど、このシールド戦においては、はい、そうですね、僕はトゲキス VMAX だったので持ってこれるから入れたんですけど、あ、なるほど、はい、確かに今ホイップ V には入れづらいカードかもしれないですね。悩ましいです、評価割れるカードですので、はい、さあそして石炭山 VMAX、 あー、シーエナジーカットで60です、これは高い。さあこれでまた、そうですね、県内に押し込んだので、はい、いやこれ無理くね、引けないと家に着いたら無理だよな。ポケモン入れ替えがまずあることが必要、はい、終了。あ、これはエネルギーがあれば、あ、ここで勝ち切ったあの状況から逆転してみせたのは元世界チャンピオン伊藤慎太郎です。俺絶対勝ったと思ったのにという言葉も出ていますが、勝ったのはね、ライバロリ選手が圧倒的に優勢に見えたんですが、いやもう相当事故でこれはこのまま終わってしまうかなと思ったんですが、あのポプラで一気に変わりましたね。あそこで2回表を出すというのが、なんでいやケラだったら1枚当たらなかったのが1枚、これがチャンピオンの戦い方です。超エネ1枚でも当たれば俺的には良かったんですよ。あそこなんか当たったらもう終わりだから、はい、なんだ2枚ついたら負けですからね俺。そうですよね。そういやこれは名試合と言って差し支えないでしょうか。そうですね、いろいろ分岐で今お二人も話したんですけども、ケララッパでお互いエネルギーをつける動きをしたときに対して伊藤慎太郎選手側が2枚で、ライバル選手側が0枚だったのでそこがまず一つ大きな分岐点になったかなというところと、
あとあのポケモン入れ替えで末期を出すターンも前に出したポケモンから先にやられてしまうんですよね。あの末期が先にやられて、ケララッパを残すかケララッパが先にやられて末期を残すかって非常に悩ましかったんですけれども、あそこをドデカバチで最後通していくルートまで見据えてケララッパ残したっていうのがちょっと素晴らしいというかすごいですね。なんても先を読んでいた大丈夫だということですが、改めてご紹介させてあげましょう。この4回戦見事勝ち切ったのは伊藤慎太郎選手です。おめでとうございます。